一歩一歩精進していきたいと思います。ありがとうございます。私も初めて映画に出たのが僕らの7日間戦争って映画だったんですけど、もうその時は緊張しか記憶になくて、初めて映画に出られた記憶で一番濃いものは何ですか？大人の人たちが本当に楽しんで、朝から晩まで一つ一つ楽しみながら撮ってるっていうのがすごい、かっこいいなってこう思いました。おめでとうございます。おめでとうございます。